はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。JK です。今日なんですけれども、今日は、これから J クラ強くなりたい方必見ということで、何をどうすればいいのか、1から100まで解説していこうというね、企画をやっております。さあ、今回はですね、6件目ということで、ガチャ券のね、開封タイミングというところにね、焦点を絞って、えー、今日はね、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、まあ、ガチャ券って結構ね、イベントとかの累計報酬だったりとかね、まあ、 えー、まあ前やりましたね。イベントのオーバーランして、まあドロップして報酬出させたりとか、まあログインボーナスでもらえたりとかね。まあいろいろあるんですけど、このガチャ券のね、開封するタイミングも実はですね、これ初心者の人からすると結構大事な話なんですよね。まあ今回っていうかまあ今まで、まあ1限から5限まで結構大事な話いろいろやってきたんですけど、この6弦も結構大事なお話なので、 まあ、あよかったらね、最後まで、えー、お付き合いいただければなと思います。で、ガチャ券を、まあ、いつタイミング、ね、いつのタイミングで開封するかという思考がね、しっかりと今日学べて、えー、いけたら、えー、今日のね、えー、講義は大成功ということで、はい。ということで、えー、ここまでね、しっかりと理解していただけるように、えー、頑張っていきたいと思います。ということでですね、まあ、ガチャ券についてね、まあ、いろいろまた話していく前に、まあ、ガチャ券とはそもそも何なのかというところからね、いつも通り、えー、入っていきたいなと思います。ではこちらです。 はい。ということで、ガチャ券とはというところなんですが、これは選手カードの中でもレギュラーとか限定カードを獲得できる券ですね。はい。まあ、今だったらスターターと、まあ、ニューウェーブと、えー、アンダー23の日本代表みたいな感じで、まあ、なってますが、これがまたね、まあ、スターターという時期が終わって、レギュラーカードというのが廃止されると、レギュラーカードと限定カードみたいな、まあ、組み合わせになっていくということですね。はい。 まあ基本的にはグローリーカード以外のカードが基本的には手に入る。まあ、ただが一部ね、まあ、ガチャでしか手に入らないあのー、カードとかもあるので、それはまあ例外にはなるんですけど、基本的にはまあ選手カードはここから、えー、獲得していくという形になりますね。はい。 で、イベント報酬やログインボーナス等でね、手に入れることができますので、えー、これをね、しっかりと、まあ、特にね、あ,あの、始めたての人はね、結構しっかりと枚数引いて、まあ、ここからいい選手を取ったりとか、まあ、それこそ、えー、選手を重ねていってね、まあ、強くしていったりとか、というところのね、大事な役割を担ってくれるものになりますので、まあ、ガチャ券についてね、まずどういったものかというのは、しっかりとここでね、え、理解しておいてください。まあ、でもこれは J くらいやっていけば、まあし、そのうちわかるかな。あの、<laughs> 使えばわかるんでね、はい。 ということで、まあ、こういったものになっておりますと。まあ、ここから結構選手をね、しっかりと獲得していきましょうというものですね。はい。じゃあ続きまして、えー、ガチャ券とはどういうものかというのを分かっていただけたと思うので、じゃ次はですね、ガチャ券の種類というところをね、ちょっとおさらいというか、まあ、えー、学習していきましょう。ではこちらです。はい。ということで、ガチャ券の種類なんですが、基本的なグレード券にはですね、種類がいくつかありまして、左ですね、グレード55以上ガチャ券。 グレード70以上ガチャ券、グレード75以上ガチャ券、グレード80以上ガチャ券、グレード85以上ガチャ券というところがね、ここが基本的な、えー、ガチャ券になりますね。はい、まあ、普通にイベントとか報酬とかでよく目にする、えー、ガチャ券ですね。はい、でですね、まあ、これは基本的なところなんですが、でね、あのーまあ、よく、えー、この講義にもね、まあ、いろいろ出てくると思うんですけど、 えー、まあ、このさっきのね、えー、このグレード券に加えまして、まあ、お気に入りクラブ確定というものがありますね。はい。例えば、お気に入りクラブ券とか、お気に入りクラブグレード70以上ガチャ券とかね。まあ、その下以下、あの、省略ということで。はい。<laughs> そんな感じで、まあ、お気に入り券バージョンもありますね。はい。で、あとはですね、また限定がね、まあ、確定してる券とか、あの、限定券と言われるやつですね。今だったら、まあ、例えば、アンダー2 3日本代表ガチャ券とか、 で、このガチャ券の種類もまあちょっとありまして、ライト券というね、ものがありまして、今だったら日本代表の80から84の選手とか、普通の限定だったら75から79の選手とかが多いんですけど、まあ、限定によってちょっとこのグレードは変わりますけど、まあそのライト券というものがあったりとかして、これは基本的に、まあその限定とかの、まあそのグレード低い選手を引くことによって、まあ、特攻確保したりとかね、まあそういうのに役割になっている券があったりとかもしますね。はい。 だから、限定関連のガチャ券もあると、はい、思ってください。で、あとですね、まあ、細かく言うと、本当はね、その他もうちょっと特殊な券とか、まあ、実際グレード85以上の券とかもあったりするんですよね。グレード89とか93とかね。まあ、それはでもね、あんまり出てこないので、まあ、今のところは押さえなくてもいいかなと。まあ、出てきたときに、まあ、しっかりと、えー、把握していただければいいんじゃないかなと思うので、まあ、今日はとりあえずね、こういったまあガチャ券の種類というのはね、まあ、 グレード券はこういった5種類の券が主になってますよとか、お気に入りクラブ券のやつがありますよとか、限定券のやつがありますよとか、まあそれぞれの役割がある程度理解できたら、まあいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、まあガチャ券はね、こういったものが、はいえー、主流になってくるというか、まあこれがね、えー、まあ軸になってくると言っていいんかな。うん。まあたいこういったのが見ると思うんで、しっかりとね、ここはね、覚えておいてください。 で続きましてですね、まあガチャ券の知っておきたいことということで、まあ知っておくとね、いいこともね、まあちょっと紹介していきたいと思います。ではこちらです。はい、ということでね、高グレードを狙いたい場合ですね、これはね、実はね、グレード85以上ガチャ券の方が、まあ実際弾きやすいと思いますよね。グレード55とかだってね、グレード55付近だからね、まあそもそも虹次なんてほぼ出ないじゃんみたいな感じがあると思うんですけど、これね、実はね、まあ、 まあ難しいとこあって、グレード85以上ガチャ券って、逆に85以上が確定してるので、でグレードでいうと、85から88までがまず最初のね一番下のくくりで、89から92とかで、93から96、97以上っていうね、この4つのブロックに分かれてるんですけど、この一番,、ね、一番下が最低保証がある関係で、この85から88というところがめちゃくちゃ出やすいんですよね、あの85券って実はね。 ただ、例えば55件とか70件とか75件、80件というのは確定してないですよね。だからもともとその2次以外のところが一番出やすいので、その一番出やすいところ、省いたところから2次を削れば確率が始まるので、実際割合的な話で言うと、その確定してないところで引いた方が88以上というのは出やすいんですよね。でこれはね、J クラやっていったらなんとなくわかると思います。85件からなかなかグレード高いの引けないよね。 88までが大体、まあ8割9割ぐらいだよね、みたいな感じになってくるので、これはね、一応知っとくとね、面白いかもしれないですね。はい。で、まあ、そうですね。これはね、いわゆるまあ普通のガチャとか、まあガチャにはあんま通用しないかな。なんでもガチャ券とか特有の話だと思うんで、例えば、 まあでもこれはね結構グレード券だけに当てはまることでまあ何て言うかなじゃ例えばこのグレード券の中でもさっき言ったとおりお気に入りグレード券とあるっていうのがあるんですよお気に入りグレード70以上とか80以上とかこれはねそんなにムラがないイメージなんですよね普通のガチャ券よりはなのでまあさっき紹介した普通のグレード55から85のところに対してまあ通用する。 まあ、ことだとだだ思ってくださいまあ、限定券とかも正直そんなに影響ないですけど、まあでも、限定券もね、まあ、同じくね、85、例えば、ニューウェーブ85以上ガチャ券とか引くと、85から8 8ちほとんど出るんですけど、普通の限定券って確定してないんですよ。大体いい僕5%から10%ぐらいだと思ってるんですけど、であれからまあ、2次蹴ったときの方が、89以上は出やすいと思います。まあ、僕の経験上ね、うん、出やすいと思うので、まあ一応、限定券にも通用するんですけど、お気に入りクラブ券だけはね、そんなに影響ないような気がしますね。 あの70件とかでも、まあ確かに上の方低いし、85件がね、結構お気に入りクラブ券は厚いんでね、まああんまり手に入る機会ないんですけど、まあ結構狙えるんで上の方もね、うん、まあ個人的にはまあ結構グレード券とか限定券にはちょっと通用するような話かなという感じですね。まあこれはね知っておくとね、例えば高グレ欲しい時に、まあ例えば80件じゃしっかり狙っていこうかなとか、まあ個人的におすすめやっぱ80件が一番超えやすいかなと思います。はい。 で、まあ、その次が55かな。<laughs> まあまあまあ、55件も結構超えるんですよね。55と80件が特に、まあ、高グレード狙いやすいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ僕の相性がいいだけかもしれないですけどね。まあ一応そういったところのカラがあるということをまあ、知っとくと、まあよりね、ちょっと楽しめるかもしれないんで、まあこれは今回の まあ趣旨に関してはそんなにまあちょっとずれたところになるのであんまりまあ気にしなくてもいいんですけどまあ一応こういったこともあるんだなあぐらいではい、えー、覚えておくとまあこの後まあ楽しめるかもしれないですねまあだからむしろ85件とか引くより55件とか <laughs> 80件とか70件75件とかでに次蹴った時の方がちょっとワクワクするよね はい。ということで、まあそういう楽しみ方もできるんでね。まあぜひここは覚えておくといいかもしれません。ということで、はい。ちょっとオカルトチックな話かもしれませんけど、意外とこれ現実的な話なんでね。はい。まあよかったら覚えておいてください。はい。じゃ続きましてね、まあガチャ券のこといろいろ話してきておりますが、じゃ次はね、ガチャ券のね、まあ期限について、はい、しっかりと押さえておきたいと思います。ではこちらです。 はい、ということで、ガチャ券の期限についてなんですが、これはね、ガチャ券の期限は入手後1ヶ月ですね、約ね。はい、でこれを超えると消去されてしまうので注意をしてください。まだいたいね、期限が近づくとね、あのプレゼントボックスの方にね、あのなんか危険マークみたいなのが出るので、まあ、それが出たら1週間前ぐらいだな、みたいな感じで押さえておくといいんですけど、まあ、逆にね、これガチャチケットというのがあるんですよね。ガチャチケット言われるやつね。はい、まあ、これはですね、逆に期限がないので貯めやすかったりしますね。はい まあこれもちょっとガチャ券とはちょっと厳密に言ったら違うんですけど、まあガチャチケットというのがありまして、ガチャチケットね。まあこれは結構貯めやすいのでね、まあ自分の狙いの限定が来た時とか、まあ例えばね、お気に入りクラブ固定すべきと言いましたけど、そのお気に入りクラブでいい選手が出た時とか限定とかね、まあそういう時にまあ貯めておくっていうのもいいかもしれません。ただまあガチャ券に関しては1ヶ月しか貯めれないので、ここはね、あの期限に気をつけながら、えー、貯めるなら貯めておいてくださいというところですね。はい。まあこの期間内に引きましょうというのはしっかりと、はい、覚えておいてください。 はい。じゃ続きましてですね。まあ、ここからはちょっと今日の本題に入っていくんですけど、結局このガチャ券というのは、まあ、ゲットしていつ引けばいいのかというところですね。で、これはね、結構歴気とした理由があるので、え、しっかりとね、今日の一番大事なところなので、えー、押さえて、えー、帰ってほしいなと思うんですけど、ということで、えー、ガチャ券のね、引くタイミング、まあ、おすすめのタイミングね、じゃ紹介していきましょう。こちらです。 はい。ということでですね、ここはですね、一番いいのは、月の前後半にある限定更新のタイミングですね。はい。でこれはね、なぜかというと、まあ、理由としては、えー、新限定を、ね、引ければ、やっぱ特効となるんですよね。で、 あの、まあ、結構ここまでのね、えー、話で、ライベの話とかも、まあ、イベントの話とかもちょこちょこしてきた中で、まあ、特攻があると有利なイベント、まあ、トロフィーランブルとかそれこそそうなんですけど、まあ、進みやすいイベントとかもあるので、まあ、結構僕があの、イベントをね、中心的に押したんですけど、そのイベントを進むための、えー、力になったりとか、まあ、あとはやっぱ特攻が高いっていうのはライベにとって有利なので、 まあ、例えば、順位とかをね、高い位置狙えたりとか、それこそ累計報酬を、まあ、少ない消費でいけたりとか、まあ、いろいろメリットがあったりするので、基本的にはね、まあ、この月前後半の限定更新のタイミングまでしっかりと半月貯めて、で、引いていくっていうのが、個人的には理想かなと、うん、思いますね。まあ、だから、まあ、そうですね。結構貯めるのって大変なんですよ。15日間くらい貯めないといけないからね、それでやってもね、大変だと思うんですけど、まあ、個人的には貯めて引くっていうのを、まあ、最初の方は特に徹底した方が得することは多いです。はい。 なの,な,のまあ、なので、まあ、このタイミングを僕は推奨したいなと思いますが、ただ人間どうしてもね、我慢できないときあるんですよね。まあ、そのときはもう仕方ないとは思うんで、まあ、ただできるだけやっぱりね、我慢した方が効率はいいと思います。はい、ということで、まあ、思考的にはそのね、まあ、特攻が、まあ、やっぱり限定引いた時のね、特攻として使えるタイミングにもなるので、それがやっぱ大きいということですね。 で、イベントにあったらさっき言った通り、進行度に関わるものもあったりしますので、まあ、それに対して、まあ、やっぱ有利に進めていく。特に、やっぱ初心者の人たちとか、これから強くなりたい人たちって、まあ、特に、まあ、上、結構やってる人からすると、やっぱ不利な部分って結構多いんですよね。だから、その不利な部分を埋めていこうという動きの一つでもありますよね。うん。だら食らいついていく動きの一つでもあるので、まあ、これはね、結構大事な。 ことかなと思うのでまあ、しっかりとねぜひ残しておいてほしいなと思いますで月前後半の限定のタイミングで、えー、更新のタイミングでねぜひね引いてほしいなと思いますはいということでねあとはまあこれ普通の話はこれなんですけどじゃあちょっと特殊な話をねもうちょっとしていきたいと思うんですけどじゃあ、えー、次のページじゃあ見ていきましょうこちらです はい。あと、ガチャ券の引くタイミング2としてね、まあ、お気に入りクラブ券に関しての話もね、ちょっと別件で、えー、させていただきたいんですが、まあ、これはですね、基本的にタイミングはその時に排出されてる限定カード次第になってくると思います。まあ、だからさっき言った通り、月前後半というよりは、その時に誰が限定で出てるかによって、どうしても狙っておかないといけない選手っていると思うんですよ。 例えば皆さんが選んだクラブのエース級の選手が出てるとか、めちゃくちゃいいカードが出てるときっていうのは、やっぱりその期間しっかりと狙わないと、まあ、当たる可能性もあるからね、それ当てたらすごく大きいので、狙わないといけないタイミングってあるんですよね、お気に入りクラ,ブにクラブ系に関してはね。 逆に、まあその、今そんなに、まあ、例えば、その選手の別のカード持ってて、そっちでも全然やっていけるなとか、まあよくあるんですよね。うん。そういうタイミングの時は絶対に、まあ、引かない方うがいいです。まあ、しっかり残して、しっかり残して、次の、その自分が取らないといけない選手が次の更新に来るかもしれないと思えば、そこにちゃんと、えー、備えておきたいので、まあ、ここもね、結構メリハリはね、しっかりつけてやった方が、成果は出やすいです。はい。 でこれを結構やるかやらないかで本当に枚数って多分変わってくると思ってて。 で僕は結構そのままもう,すもう、ね、あの引いちゃうこと多いんですけど、まあ、狙い目の選手って大体その時に毎回毎回大体僕は受け入れ選手が結構多いので、まあ、いたりするんですけど、まあ、特に初心者のうちとかは、まあ、特にその自分の、まあ、強みとしているそのクラブ、まあ、クラブリンクとかお気に入りクラブ券で引いているクラブがもう軸になってくるんでね、あんまり他のクラブにも浮気するということがないので基本的にはもうそのクラブだけの話になってくるのでね、こういうことが発生しやすいんですよね。 だから、まあ、しっかりと、えー、どうしても仕留めたいカードが来るまで残しておくか、まあ、今現在どうしてもね、仕留めないといけないカードがいる場合も今しっかり引くと。まあ、こういうメリハリをしっかりとね、まあ、ぜひつけて、えー、1枚でも多くね、あのー、チャンスを、えー、ぜひね、掴み取ってほしいなと。 はい、まあその効率よくね、まあ、することがすべてではないんですけどまああくまで今回はね、まあ、その強くなるためのねアドバイスなんでねまあちょっと厳しい厳しいというかまあちょっときついアドバイスかもしれませんけど、はい、こういうところのメリハリは本当にね強さにね直結してくるのでほ、まあ、本当に強くなりたいと思う人はこういうところをねしっかりとメリハリつけてやっていってほしいなと思います。はいということで本日はねガチャ券の引くタイミングということに関してねお話をしていきましたがいかがだったでしょうか まあこれさっき言った通りね、まあ管理を結構するって大変なんですよ。どうしてもやっぱり引きたい欲とかがあるから、なかなかみんながみんなできることじゃないんですけど、逆にでもみんなができないことだからこそ、これをしっかりやることによって、まあそのやった分のね、差というのは出やすいです。はい。なので、まあ本当に強くなりたいなと、もう一年ぐらいでしっかりと強くなって、僕はアマテラス祭とか目指したいんだと思う人は、まあやっぱりこういうところもしっかりとやっていかないと、やっぱり最初のね、そのどうしても不利なところから始まるからね、初心者の人っていうのはね。 まあその不利な部分をどうしてもずっと埋めていくために、まあこういうところもね、気を配ってしっかりやっていって、まあ1年とかやっていけると、まあ成果は出やすくはなると思うんでね。まあ必ず出るとは言わないですけどね。まあ出やすくはなるんで、まあその出やすくなる選択というのをしっかりと取っていくことがやっぱり J クラね、まあ大事だし、まあやっぱりガチャからね、そもそもいいかとかそんなに取れないってなると、やっぱガチャ券の運用管理の価値というのもね、まあ上がってるんでね。まあ特にお気に入りクラブ券はやっぱりそのガチャ券、ガチャ券とかでね、なかなか取れないところ、 もえー、狙えるようなね、大事な件なので、しっかりとね、まあ、引くタイミングというのは考えた方が、やっぱり成果出やすいんでね、えー、ぜひね、皆さんも、まあ、これを見てね、強くなりたいと思っている人は、ぜひね、実践をしてみてください。まあ、なかなか我慢大変だと思いますけど、えー、まあ、その我慢の先にね、いい結果が待ってると信じて、ぜひ頑張ってほしいなと思います。まあ、逆にね、貯めた方がね、毎月2回楽しみあるからね。<laughs> まあ、それが、そういうのが結構得意な人は、まあ、全然向いてると思うんで、ぜひね、頑張ってください。 では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。本日は失礼します。バイバイ。